映画監督の井筒和幸さんです。よろしくお願いいたします。はい、よろしく。コラムニストの松子デラックスさんです。よろしくお願いいたします。はい。映画パーソナリティのことぶきつかささんです。よろしくお願いいたします。お願いします。ポハブです。どういうことですか？あ、そうなの？いや、そうなのじゃなく、自己紹介でドームとアポハブですってやついないでしょ。これ変なイメージつけるよ、何これ。ちょっと待って待って、変な感じになってる、今なんか。お前裏でやってんだろ、みたいな。変なイメージだって、イメージついた方がいいじゃない。むしろ逆に、野々村議員みたいな。そのうち、これ芸人もやり出すぞ、これ。ああ、そうなんだな。今日分からん。これ、ちょっといまいちまで分かってないんだけど、うん、これは何？そんなに簡単に手に入るんだもん。ダッポハブってやつがですか？まあそうや。ああ、これはね、渋谷とかね、ほんと裏歩いてるとね、もう書いてあります。ダッポハブ売ってますって。そう売ってるわ。看板にも書いてあるんですよ。このところ脱法ハーブによる事故相次いでおります。6月東京池袋の繁華街で車暴走して歩行者次々と跳ねた事件で、逮捕された男が吸った脱法ハーブ、まあ、これも薬事法でですね、規制が及んでない種類であることが分かりました。警視庁、幻覚作用などの成分が含まれて正常な運転に影響を及ぼしたと見ておりますが、規制の対象になっていない薬物が重大な事件につながった疑いが強まったとして、脱法ハーブの規制の難しさ改めて浮き彫りになっています。車が池袋でね、繁華街で暴走して歩行者次々と跳ねて、中国人の30歳の女性が亡くなったっていう、あと7人が重軽傷ね。あれ衝撃映像だった ね運転席でよだれ垂らしてるやつ、もう行っちゃってるやつね。よだれ垂らしてるんだよね。よだれとこう、もう意識ないってね、全然脱法ちゃうやんそれ。うんですよ。違法やん。ハーブっていうね、言い方がまずおかしいのよ。ハーブってのはね、まあ直訳すれば薬草っていうぐらいの感じですよね。こういうね、脱法のね、このドラッグ系は、要するに毒草とか、はい、要するにまあ、要はゴミですね、雑草。雑草っていうのはまあね、ウィードっていうね、普通、シーウィードっていうのは海苔のことですから、海の雑草。だから、ウィードぐらいにしと、本当は、ヨーロッパとか多分そっちで使ってると思うね。ハーブなんてこれ日本人だけです、言ってんの。これでもさ、ケミカルなものも含まれてる、ね。ケミカルも含まれてるのよ。だからもうハーブじゃないよね。ハーブじゃないですよ、あれなんか植物にかけてるんでしょ、ね、ぶっかけてるんですよ。薬物を。そうなんだ。染み込ませてるんだそうですよ。なるほど。じゃあ、物自体は植物なんだ。はい。うん。それにこうぶっかけて、なんか違う成分を入れ込んでるから、なんかそれがその、まあ、法を免れてるっていう意味なんだよね。要するに、ケシですよ。ケシじゃないという。ケシの成分とは違いますよ。合成したものですよね。っていうことなのね。じゃああれだよね。あんまりそういうの詳しくない人がそれいきなり見たら、ちょっとナチュラル系なものと勘違いしちゃうよね。そういうことよね。だから、まあ、大麻及び消し。どっちかしかないわけだから、大体。もう。粉になってるとかじゃないんだもんね、だからね。まあ、それをこう。乾燥させて、なんかタバコの先にこうね、入れて。要はだからマリファナに近いわけだ。吸引方法としては。でもマリファナは、医療で使えるけど、脱法ハーブは何のご利益もないよ。本当だ。だから、下手したらだから、コカインとか覚醒剤よりも、もっとハードかもしれないんだよね。そうだね。もうヨレヨレになるんだろうね、きっと。こんな何のこの、効果もないようなものを、ハーブと言うとあかん。そうですね。イメージがね、ハーブティーとかね。ウィードとか、なんかね、雑草でいいんですよ。という言い方自体がこれ間違ってるの。誰も言わないな、テレビとかラジオ。まあ今ね、名前を変えようと言ってね。変えた方がいいね。募集もしてるようですけどもね。だけれども簡単に手に入ってしまうっていうのは小峠さんね、いや本当ですよ。渋谷の裏通りで売ってますよ。事故が起こんだよ俺。え、知り合い知ってんの？ほな、いや知らないです。渋谷の裏通りとかで知ってんねん、自分なんか売人を。いや監督、もし知ってたとしても知ってますって言わないでしょ。なんでダッポハーブの売人って別に悪ないんちゃうの？いや、ダッポなんだから知りませんし、なんか先週あたりからマツコちゃんが東京事情通にさせたがってるけど、俺をちょっと教えてよそれ。え、監督なんでさせるのに、なんなんだ急にするのに。知るわけないでしょ、僕全く知らないです。今までって結構
手に入れようと思うとさ、ハードルがあったじゃない。店で売ってるってすごいよね、もう。だから例えば覚醒剤だとかね、そういったものってのはハードルがあったかと思うんですけど。誰かが作り出したんだよな、これ。誰が最初にか。簡単に言えば覚醒剤を分析して、成分分析して、まあそれでちょっと違えるだけですもんね。だってなんか、ケシの成分と大麻の成分から違うものをこう入れていくっていうか。なんか調べたら、その元素記号が、覚醒剤と3つしか違わなかったんだって。だほぼ覚醒剤よ、うんうん。それでもだから3つ違うから法律には引っかからない。指定薬物に認定されないから、だから脱法。で、半年後にそれが指定されてもまたちょっと変えて。今はだからその基本形が同じだったらダメよっていうふうにもなってるようなんですがね。あ、そうなんだ。基本の構成が。こんなもん許してると、幻覚が起こって、もう死亡事故ばっかりだ、これ。そうだよ、そんな池袋歩いてね、急に突っ込まれて、って。だから結局使う方も、こんなに分かってないから、車運転しちゃったりしちゃうんだよね。あ、そっか。簡単に。認識がないから、これ。どうなるか分かんねえし、みたいな。まあ、その後、北区でもね、暴走事故なんてありましたけど。あったでしょ、本当にあの、池袋のですね、この容疑者、あの、ぐったりしてたのがね、そのぐったりしてたのが、あのやつ何やっとんの？あれ、仕事。あ、飲食店経営ってなったんだね。いや、ただ、もともとなんかあのね、あの、有名な格闘家のマネージメントしてたっていうね、話もあって、そうすると格闘界も、自称ね、自称有名な格闘家。有名な格闘家の方がマネージメントしてたって話があるんですよ。そうなんです。猪木さんの。え？猪木さん。猪木さんじゃないです。猪木さんじゃないですけれども。そう。猪木さんのそんな付き人してたんだったらもう、500回ぐらいぶっ飛ばされてるやろね。それそうっすよ、もう。ね。気合だらけ。首飛んでいってるやろね、もう。そのぐったりとしたですね、この光景というと、これもあったんですね、実は。少し前のお話ですが。松子がカーリントを食べて。2014年6月20日の夜の11時にですね、はい、ツイッターなど様々なもので、掲示板でですね、ある写真、注目を集めたぐったりがありました。それだよ。すごかったね。この写真が、この若い女性ら、今手元に資料ありますが、10人前後がですね、集団で路面にもうぐったり倒れてるんですね、はいはいはい、女の子たちが。いや、俺これ南米のなんか集団宗教自殺かな思ったこれ普通に寝てるってよりも本当にぐったりしてる感じなんですね。私なんかさ、これさ、うん、パンツネタでやってんのかと思ったのよ。よくほら、そうよ、なんか路上でパフォーマンスするじゃない。ダイインとかね。そう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 、ありますよね。びっくりした。ダイインやこれ、ね、パンツめぐれ上がっとるやろ。 そのニュースかと思ったら違うんですよね。あのほら、あの、うん、毛皮禁止の人とかやるじゃない。あー、あるある、わかるわかる。かと思ったぐらい何かに抵抗というかね。そう、主張する人たちね。場所がですね、東京の新宿歌舞伎町の駒劇場の跡地前です。服を着たまま地面に倒れ込んでいる、あの、女性の近くにはですね、何人かの若い男性がしゃがみ込んでいるシーンもあります。で、これはですね、その、男性が女性を昏倒するほど飲ませたのではないかとか、睡眠導入剤などの薬物を何らかの方法で大人数に、あの、摂取させたんじゃないかと、ま、話題になりました。本当は何なんだろうね。明治大学のテニスサークル、クライスの男子グループと、日本女子大の女子グループだったことがこれ分かりました。で、これ、それぞれ歌舞伎町の別の店で、コンパを開催しました。そこで、明治大学の先輩男子に強い酒を盛られ続けた、日本女子大の1年生らが、集団混沌に発展したと。うん、どうなってんだろうね、これ。強い酒でこんな集団でバッタねへんやろ、これ。ねなあ、それぐらい強いもんで、私平気みたいなやついっぱいおるよ、興味。これはなんか薬入ってんちゃうの？盛られてるっていう可能性もね。これもどうもこれはやっぱ男の方がなんかやらかしたんだな。いやーまあね。スーフリの匂いがする。スーフリの匂いがする。スーフリ。いいね、スーフリ。懐かしいな。スーフリ。スーフリよ、これ。スーフリのやつ、今刑務所か、あれ。もう出たんじゃん。出たでしょうね。スーフリっぽいね。クライス。怪しいな、この明治大のテニスサークル。クライス。クライス。クライスだって。いやいや、なんか。センスないわ。まあ後日ですね、明治大学日本女子大の両校とも事件のその学生の関与を公式に認めました。はい。で、もうその裏ではですね、飲み会のメンバー同士が事件翌日、騒動を隠蔽しようと、口裏合わせのためにメールも送っていたってことも分かってますね。ということはまあなんか薬物をもう絶対混入させてる。間違いないよ。ただ酒、強い酒飲ましたぐらいだったら、そこまでそんな裏口合わせメール使わんよ。
これ飲みすぎるとね、それ吐き出そうとすると思うんですけども、ね。吐くし、この、もうね、バタッと倒れてんだよね。確かに、ね。これは相当これ全員がもう急性アルコール中毒の、そうですね。背中さすってるシーンもないんですね。ないんですね。となると、やはりちょっと薬物っていう可能性も、ね。これは強い酒だけじゃないわ、これ。これでもこれ、始末はどうしたんですか、これ。どうしよったのこれ、ほったらかしか警察も。これ、広報官に取材をするとですね、警視庁の、担当者が不在であり、詳しいことはお答えできないとしながらも、この件は、広報事案、重大な事件事故となっておらず、死者も発生していない、当然事件性はないと思われると。重大な、これ事件だと思うけどな、これ。じゃあ、特に誰かを。調べたりとかもないのがね。察するがないと。まあ、ただ寝てたってだけですからね。でも、日本女子大の1年生女子じゃないですか。はい、ってことは、未成年ですよね。未成年生ですからね。未成年やな。ほぼほぼね。そうか、そうか、そうか。明治大学のリーダー格のその男子がですね、メンバーに送ったメールでは、お疲れ様です。本日の飲み会は、ポン女性、日本女子大だ。うん、日本女子大生はいなかったと。いなかったですと書かれて、最後は皆さんこれを共有してくださいと締めくくられてる。だからもういないものにしようよと。いや、飲み会ポン女とはやってないよと。やってないよと。一方で、日本女子大側のリーダー格の先輩女子は、昨日の出血の有無の確認。これはみんないなかったということで把握。あら？だからみんないなかったってことにする。それでメール送ってんだ、これ。で、メールを送ってるってことみんなね。だから、まあ、意思統一というかね。本女性って漢字で書くとエロいね。そうですね。本番の女生みたいな感じね、これね。本当だ。ああ、なるほどね。本女生。本女。本女って略称もどうなのよ、本当に。自分で使ってからしょうがないけどさ。本女生。本女、本女って。昔から言われてんだよね。こいつ大学やめ。これねえ、これね、お父さんお母さんこれ悲しいだろうね。いや悲しいよこれ。だって親ならこれこの辺の太もものあたり見ればわかるでしょ、これ。うちのマキちゃんだわこれっていう。マキちゃんパンツ見えてなってるわよ、あんたダメだこいつら。これこの資料よく見るとなんか倒れちゃったその女子大生の足首持ってですね、うん、おそらく開いてたものも閉じさせてる。気づかったね。気づかった。これこの説明してる男が、明大の男かな。おそらくそうなんですか。説明しとんね。なんでこんなことないか。警察官が3人ね、事情聴取してますよ、ね。でもこれやっぱりなんか。本当にモテそうな男ではないのね。やっぱね、こういうの仕切ってる男って、スーフリの男もブサイクだったもんね。そうだ、うん。そうなんだ。6人ぐらいゴロンとしちゃってますよ、これね。そうか、ね、寝てんの、マキちゃんと。マキちゃんも、いい子だったんだよ、マキちゃん。下の写真で、また開いてるのが一人いますね。いますか。ああ、まだ開いてる。ねえ、これ。もう、ゆりちゃん。ゆりちゃんですか、これ。ゆりちゃん、ゆりちゃん。情けないな、こいつら。まあでもクライスはちょっとこれ要注意だね。いやもう解体でしょうね。要注意だね。そのうちまでなんかやりそうだぞ、これ。でもなんでこの広場で解体だな。それまでぐったりしてなかったってことですか。ここまではなんとかたどり着いたんですかね。あれかね、やばくなっちゃったからにどっかもう返そうと思ったら力尽き果てたのかね、ここね。バタバタバタって。駒劇場前昔のね。だってお店にいりゃいいわけじゃん。それ店のやつもさ。もうもう出てけんってなったのかもね。あの大騒ぎして、迷惑で。もしか3時間なら3時間飲み放題コースで、ね、もう出てかなきゃいけない。飲み放題コース、詳しいね。いや、最近多いもんで。行ってみて。あ、そうか。お客さんそろそろっていうのが難しくてね。